フリーランスで活動しているライブ 2D デザイナーのラリエモンです。 VTuber 用のライブ 2D はホロライブの1期生の時に初めて制作して、それから5年間で80体以上ライブ 2D モデルを制作しています。今こうやって動いているクマのキャラクターもカメラに合わせてトラッキングでライブ 2D が動いているっていう形になります。これは結構自画自賛なところはあると思うんですけれども、僕のモデルの一番いいところは愛嬌がある、親しみやすさがあるっていうところが一番いいところ。愛嬌って何なのかっていうところなんですけど、 VTuber であれば結構日頃から週4とか週5で配信されてる人が多くて、本当に日常的に何度も見る、何時間も見るっていうところになってくるんで、そうした時に見やすい、見ててスッて入る、なんか変なトゲトゲしさがない丸い感じあるところが愛嬌なんで、そういう意味でその、バランスがいいところで結構愛されやすいのかな、自分の中で思ってます。イラストの目ってまつげがあって、その目尻があるんですけど、目を閉じるときにここを視点、ここをポイントにして目尻が閉じていくっていう目の動き、こういう基本的な部分がまず大事で、それに加えるなら単純に閉じた目がイラストとして通用する。結構ありがちなのが閉じた目がガタガタになってたり、あんまりキャラクターのイメージに合わない閉じた目だったりとかするんです。そのキャラクターのイメージに沿った絵柄にも沿った目にするとか、口とかもいろんな口についても目と一緒のように、その形がもうそれだけで絵として成立するようにするっていうのが結構重要ですし、この子は VTuber の特徴としてカメラでトラッキングして動くんで、結構目が半分閉じた時とか口が半分開いた時とか途中の状態が現れやすいんで、閉じた目だけをきれいにするってだけじゃなくて、途中の動きが変だと破綻して見えてしまうんで、そういうところを気をつけて丁寧に作る。その表情と、あと大事なところは角度付けなんですけど、角度付けは本当にそのライブ 2D 制作するところでメインになるところ、みんな、ライブ 2D 言ったら角度が立体的に動くっていうのがみんなイメージするところだと思うんで、そこが重要かな。可動域を作ったりとか、単純に横向いた時の顔が可愛いかどうか、そういうところの印象をしっかり作るというところで、角度付けも大事なポイントになってくるかなと思います。このキャラクターパッと見た時に若い女の子で、尻尾があったり熊の羽があって、小悪魔系で、かつこのうさ耳がついたちょっとファンシーなスロリ系で、こうパッと見た時に小悪魔感を出すために表情作り結構重要で、口の形はこのカモメみたいなウサギっぽさを感じますし、ちょっと小悪魔的って言うなら普通の閉じ目にも見えなくないですけど、いたずら好きのような女の子みたいな表情作りでキャラクター性を出すというところにこだわったり、横向いた時のこの輪郭のラインこういうところでほっぺの膨らみで可愛さを出したり、このイラストを描いてくださったももしき先生の絵柄をイメージした顔のバランスとか、横向いた時の鼻の形とかも絵柄によってはもうちょっと線があった方がその人の絵に合うよね。あともう一つ言うなら、スカートとか、髪の揺れ、このふんわりした感じで可愛さの表現、女の子か縦に動いた時の羽の動きとか、髪の両方とも左右対称に広がる感じ、揺れもこだわって作るってところで、キャラクター性を出したり可愛さの表現を出したりとかできますね。デザイナーが考えるところですけども、一番大事なところはニーズに合わせるっていう、視聴者がどういうものを望んでいるかっていうところを意識するところ。プロのクリエイターたちは当たり前のように意識してると思うんです。初心者だと本当にもう自分はどうしたいかみたいなところに結構行きがちなんですけども、ただなんとなく作るっていうことが結構多いかなって個人的に思ってるんですけど、大事なのはモデルそのもののコンセプトを持つこと。私はちょうどいいポイントとか可愛く作るとか、そういうところを意識してるんです。例えばですけど、ライブ 2D で高い技術を見せたいって場合は、可動域が限界に近いほど動いたりとかすると、多分見てる人もおっと驚くみたいな、そういうのを狙って作ることがすごい大事です。2D の VTuber っていう文化始まったばかりなんですけれども、テレビに出たりとか、音楽番組あったりとか、もう何万人も視聴者がいたり、登録者も何百万人っていう世界で本当に急成長してて、今最も注目されている文化と言ってもいいぐらい発展しているものなんですよね。まだ5年しか経ってないのにそのくらいなんで、今後もどんどんこう発展していく見込みがある。
て、今はそういう YouTube とかの配信者のための VTuber っていう感じになってるんですけども、今メタバースとかいうアバター文化ですけれども、そういう文化が発展すれば、その配信者だけじゃなくてももっと広いところでライブ 2D が使われる可能性はまだ全然あるかな。キャラクターが生きているかのように動くっていうのは結構作っていて楽しいんですよね。